もうちょっと何にも例えられないぐらいかっこいいですね。皆さんこんにちは、十勝レゴビルダーヒロユーだ。はい、今回紹介するレゴはこちらです。はい、こちらです。レゴオーバーウォッチバスティオンです。はい、これは今年のレゴの日の動画で買ったレゴです。当時これ欲しかったんですけど、日本での発売はもう予定してないということがレゴジャパンの公式で言われて、欲しかったんですけど、まあ、ちょっと諦めました。今年に入ってからついにアマゾンで定価で買えるようになったので、めちゃくちゃ嬉しかったです。ちなみにオーバーウォッチはわかんないんですけど、これはジャケ買いしました。もうかっこよすぎて、はいはい、今回の動画ではこちらのバスティオンを組み立てます。はい、では箱を見ましょう。もうめちゃくちゃかっこいいですよね。もう僕合体ロボとかが好きなので、もうこれはもうジャケ買いします。で、このバスティオンからこちらのアサルトキャノンモードへ変形します。これがめちゃくちゃかっこいいですね。ロボからキャノンになるんですよ。スーパー戦隊のロボで例えるなら、デカウィングロボ、これを思い出しますね。そして僕これ感動したのが、この箱の後ろはどうなってるのかというと、はい、箱の後ろはこのようになっています。これがバスティオンの普通の状態です。で、パッケージの表側が戦闘モードです。いやー、もうめちゃくちゃかっこいい。基本的にバスティオンは穏やかな性格で全くの無害なんですけど、危険を感知するとこちらになります。こんな感じで目が赤くなってキャノンを展開します。そしてこれからこちらになります。ちなみに僕はこれ以外にこちらも買いました。ディーバとラインハルト、こちらの動画もまた近日中にアップロードしますので、楽しみにお待ちください。では開けましょう。はい、中にはパーツが入った袋が4つと、説明書が1冊とシールのシートが1枚です。ここ見た感じプリントパーツかなって思ってたんですけど、結局シールなんですね。では袋からパーツを取り出します。はい、袋からパーツを取り出しました。パーツめちゃくちゃ入ってましたね。これは作りごたえがあって、すごい作るのが楽しみです。ではバスティオンを作ります。はい、まずは組み立てが完了しました。組み立てだけに2時間はかかりました。ではここからシールを貼ります。せーので、完成、バスティオンです。うわー、もうかっこよすぎる。オーバーウォッチ初めて作ったんですけど、めちゃくちゃでかいです。シール貼りなんですけど、割と貼るシールが少なかったので5分で貼れました。まずはこれから見ましょう。これは付属している鳥です。この鳥なんですけど、小さいパーツで再現されています。ではバスティオンを見ましょう。もうでかい。はい、全体はこのようになってます。いやー、かっこよすぎる。
もうこれはもうロボですよ、ロボ。もう当たり前なんですけど、もうちょっと何にも例えられないぐらいかっこいいです。もう結論言っちゃうんですけど、もう一言で言うのであれば、もうこれは100点です。前に作ったレゴクリエイターの回転調査ロボットあると思うんですけど、もうあれと比べ物にならないぐらいめちゃくちゃかっこいいです。ではアップで見ましょう。ここが頭部です。頭部のデザインもアニメのまんまです。胴体はこのようになってます。左腕はこのようになってます。アニメ見た人だったら多分わかると思うんですけど、ここ左腕なんですけど乾燥できません。アニメだと倒れたロボット見て、なんか道具みたいなものでなんか回線直してたシーンあったんですけど、あの腕はつきません。そしてこの右腕のキャノン、これがかっこいい。キャノン自体作りが簡単なんですけど、パーツで細かく再現されています。そして足はこのようになってます。足もかっこいいな。足のパーツ密度もなんかすごいことになってます。そしてバスティオンといえばこの背中のアサルトキャノンです。もうこのアサルトキャノンのクオリティがもうめちゃくちゃ高いんですよ。いやもうこれロボ好きはもうここの部分はもう大好きなんですよでは可動部分について説明します。このバスティオン自体がめちゃくちゃ動きます。頭部なんですけど、このピンパーツがあるので、このように上下に動かしたり、そして回転します。そしてこの後ろのボタン、これを押すと発光します。ちょっと斜めになっちゃったんですけど押します。はい、このように発光します。もうこれはまさに戦闘モードです。いやーかっこよすぎる。で離すと普通のバスティオンです。腕がこのようにクリックで動きます。あのオタファさんの言うところの男の8クリックです。これ8クリックじゃなくて24クリックです。そして肘はここがボールジョイントになってますので、このように稼働します。左腕はここがピンになってますので、このように回転して指が動きます。指は3本なんですけど、ボール状態になってますので、このように稼働します。なんか指稼働あるのいいですよね。そして右腕は左腕同様クリックでこのように動いて、ここもボールジョイントになってますので、このように稼働します。あ、そうだ、言い忘れてた。ちなみに肩はここまで稼働します。そしてこの肩アーマーもこのように回転します。このバスティオンは腰が動きます。これ腰動く時点で稼働に自由がありますね。これはすごい。そして足はここがヒンジになってますので、このように稼働して、ちょっと分かりづらいと思うんですけど、膝のここがこのように稼働します。膝は動かないんですけど、このつま先の部分、ここはこのように稼働して回転します。はい、可動パーツを生かしてこんな感じでポーズを取らせることができます。いやこれはもうめちゃくちゃかっこいい。これ可動パーツが結構しっかりしてるので、もうどんなポーズも取らせることができますね。いやこれはかっこよすぎるでは大きさ比較といきましょう。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。もうスケールが全然違うな実際のバスティオンの大きさってこれぐらいなのかな。ちょっとゲームやったことないんでわかんないんですけど、おそらくこれぐらいの大きさだと思いますね。そうそうそう、左腕のこのパーツ、このパーツに先ほどの鳥を乗せることができます。はい、乗せてみるとこんな感じです。ではここからバスティオンをアサルトキャノンモードに変形します。ちなみに残念ながら頭部パーツが余っちゃいます。では変形しましょう。まずこの足のこのパーツを一番上まで持っていきます。そしてこの足のこのパーツを一番下まで倒して、そしてこの足を目いっぱい前に倒します。これゆっくりやった方が大丈夫です。あ、パーツ取れちゃったそうすればこのパーツとこのパーツで自立します。そしてここの2つのパーツを倒します。ここまで倒して、腕パーツをまっすぐにして、バスティオンの胴体を回転します。ここが裏面になります。このキャノンをここまで持ってきて、そしてこの肩アーマーをここまで回転、腕をまこんな感じで持ち上げて、そしてこの頭部パーツを取り外します。で最後ここを回転します。はい、完成、アサルトキャノンモードです。うわー、もうダメだ、これかっこよすぎて言葉に出ないです。これ変形合体ロボ好きな人でもこれ十分楽しめれます。そしてアサルトキャノンモードでの全体はこのようになってます。アニメだとこれに瞬時に変形して、ガトリングキャノンみたいにここをこんな感じで
売ってました。でこの状態でミニフィグと並べるとこんな感じです。これはかっこよすぎる。でこれちょっと唯一残念なのがやっぱり頭部パーツが余っちゃうんですよね。僕変形合体ロボでパーツ余らせたくはないので、基本的に僕はこんな感じでアサルトキャノンモードに変形しますね。では元に戻します。ここ回転して肩パーツをここまで持ってきて胴体を回転、そして足をここまで動かして、そしてこの足のこのパーツを元に戻せば、はい、バスティオンに変形完了しました。アサルトキャノンモードへの変形が結構簡単でした。これはオーバーウォッチ知らない人でも十分に楽しめれます。いやこれは本当に素晴らしいです。はい、レゴオーバーウォッチバスティオンはこんな感じです。はい、レゴオーバーウォッチバスティオンを組み立ててみました。もうさっきも言ったんですけど、オーバーウォッチ知らない人でも変形合体ロボ好きの人はもうこれ絶対買って損はないです。いやもうこれは本当にかっこよかった。今年買ったレゴの中でもうトップにもう入ってもいいかな。オーバーウォッチに関しては僕やる予定はないんですけど、レゴのオーバーウォッチシリーズでまたかっこいいものとか、僕が気になったものがあったらまた買って作ってレビューしたいと思います。冒頭の動画でも言ったんですけど、オーバーウォッチはこちらもございます。ラインハルトとディーバ、こちらの動画もまた出しますので楽しみにお待ちください。オーバーウォッチはアマゾンで定価で買えますので、これ気になった方はぜひ作ってみてください。以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。オーナナー、イエーイ。